絶対使うでしょ。でもまだまだセネガルあるあるは使わないと思ってる。大迫あるあるも歌えば絶対使うでしょう。大迫あるある聞きたいかい。曲に対する思いとかそっちのけで大迫あるある聞きたいかい。ただ俺を見に来たんじゃなくてたまたま通りがかったみんな、大迫あるある聞きたいかい。 OK 聞こえてるよ。よし、じゃあ大迫のあるあるが1個だけあるんでね、もうトークとかしないよ俺は。次にね、いただきますを歌うまでのその喉の訓練をするだけ。いくぞ、よし。それでは行きましょう。大迫あるあるをね、大迫あるあるをじゃあ、何に乗せて歌ったら今一番わーってなるかな。何に乗せて歌ったらみんな使ってくれるかな。何が使ってくれるかな。チャゲアスとかはやめた方がいいですよね。チャゲアスやめた方がいいですね。ね、チャゲアスはやめといた方がいい。オッケー。よし、じゃあ、みんなが大好きな曲ね。よし、じゃあ、安全地帯のワインレッドの心のせて大迫あるある聞いてください。大迫あるある早く言いたい、大迫あるある早く言いたい、大迫のあるあるを早く言いたいのに忘れてしまえば大迫あるある早く言いたい、大迫のあるあるを早く言いたい、あの綺麗そうに燃えそうなあるある言いたい、大迫のあるあるを言うよ、炭酸飲まない。ありがとう。大迫は体のこと考えて正午から炭酸飲んでないぞ。だからあのヘディング、だからあのヘディング。よし、もう絶対使うでしょ。どっちかは使うでしょ。はい。あと大迫選手はハヤシライスが大好きということでね、はい。だからもうセネガル戦はもうハヤシライスたっぷり食べてね、米食べてもうさらにバンバン決めてほしい。よし、これだけワールドカップに触れたらもう大丈夫でしょう。はい。時間は何ですか？時間結構ちょうどいい感じ。じゃあ最後ね、今日のね、ちょうどお米の話になったんでね、いただきますので、歌を歌おうと思ってます。はい。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。MCAT さんプロデュースでございますね。MCAT さんといえばもうみんな大好きなね、バン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 ってね、ご機嫌だぜね、終わらない夏君が変わったラプソディリン。ダパンプさんの曲もね、いっぱい作ってもらって、もうでダパンプさん今もうすごいですよ。 USA でね、我慢ベイビーですよ。はい。だからもうダパンプさんにちょっと乗っかってですね、はいはい。だから LOV イコールも全然やっていいんでね、はい、全然やっていいのでですね、はい、このいただきますをね、ぜひ盛り上げましょう。でいただきますで、ちょっと皆さんを紅白に連れて行きたい。今日来たお客さんを、はい、皆さんを紅白に連れて行きたい。はい。いや、さらに皆さんを世界に連れて行きたい。よし、それでは聞いてください。いただきます。ドン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 。口を醤油豚骨ラーメンいただきます。北方和歌山家系担々いただきます。二郎おろちょんこってりパイパンいただきます。いただきます。いただきます。ミスないですねOK、ありがとうございました。では後で握手会の方よろしくお願いします。